ンネル。じゃあですね、続いては日大の法学部のキャンパス、水道橋の日大キャンパスに来ました。こんな感じです。わー、はい、すごいよね、法学部だけでキャンパス作るっていう ね。でもそれで言うと他の大学もそうか。水道橋にあるんですね。いいところです ね。じゃあここで歩いてる学生にちょっと声をかけてみましょうか。はい。法政とね、毛色は近そうな感じはしてるけど、法政の方がチャラいのかな。法政の方がなんかチャランポランな感じしてる。はいはい、はい、失礼しました。はい、では今日も頑張っていきたいと思います。早速インタビューさせてください。はい。大学と学年を教えてください。日本大学の法学部3年3年生。はい。就活の状況も聞いてもいいですか。エントリーシートとかを書いてる段階で、はいはい、1社だけ先日インターンに行ってきました。それはどういう業界ですか。不動産業界です。不動産業界。はい。不動産業界に興味あるんですか。そうです。不動産業界中心に応募してるっていう感じですか。はい。なんで不動産業界にしたんですか。人と喋るのが好きで、営業でいっぱいお金稼ぎたいなっていうのがあって、はいはいはい、自分の実力を社会に出て試してみたいっていうのがあったので、うん、それに向けて資格の勉強とかもして不動産業界を目指したいっていう感じです。宅建の勉強とか今進めてるんですか。宅建は去年に一応取って。偉いっすね。就活始まる前に宅建取るなんてなかなか意識高いですね。相当不動産業界にじゃあ興味が強いっていう感じなんですね。そうですね。なるほど。それはぜひうまくいってほしいですね。他の学生とかどんな感じですか。他の学生は何もしてない人だったり、すごい行動を起こしてる人だったりっていうのが結構ばらつきがあります、はい、そんな中結構早くから就活の準備を始めてる理由は何なんでしょうか。今年中に内定取りたいっていうのが目標としてあって、うん、今年もし内定取れたら余った時間とかにもっと自分のスキル高めるような資格取りたいなっていうのがあったので。真面目っすね。ありがとうございます。結構コロナの影響とかって感じたりします。だいぶ、はい、うん、どんなところで感じます。まず学校に去年1年間来れなかったので、うん、だから逆に資格の勉強に集中できたっていうのはあります。家でいる時間だったりとかが増えたから、その分自分の勉強だったりとか資格の取得に努力ができたと。そうです。そんな人はなかなかいなそうですけどね。普通遊んじゃいそうですけど。何がそうさせたんですか。大学の友達とかと直接会ったりすると、うん、なんか遊びたいなって思っちゃう自分いるんですけど、はいはい、1人になるとやっぱり将来のこととか真面目に考えちゃうような性格なんで、そういう意味で自粛期間に友達と会えなかったっていうのは、そういう意味で僕にとってはメリットがありました。さっき自分の実力を試したいから不動産営業したいみたいな、はい、すごい立派だと思ったんですけど、はい、インセンティブの営業って他の業界もあるじゃないですか。なぜ不動産なんですか。親が不動産関係で若い時に働いてたっていう話を結構聞かされてて。あ、そうなんですね。それでだいぶ楽しいよっていうような感じで、やりがいあるっていうふうに言われてたので、それで不動産に興味がある。じゃあ今もう動き始めてて、まだ始まったばっかかもしれないですけど、はい、手応えあります。手応えは正直ちょっとまだわかんない。まだわかんないところです。これからすごい重要な時期に差し掛かると、はい、いうところなんですね。まだ早いかもしれないですけど、はい、来年の後輩たちに何かアドバイスあるとしたらどんなこと言いたいですか。エントリーシートとか書く段階で自己分析だったりいろんなことがよく分かんないと思うんで、とにかく早くから準備することをお勧めします。ということで、日大法学部ってちょっとチャラいイメージだったんですけど、すごくしっかりした方でびっくりしました。ありがとうございます。なんかイメージ違います。多分全然今作ってるんで自分をでも楽しむときは楽しむんですけど、真面目にやるときは真面目にっていう、この切り替えを大事に自分はしてます。作れない人が多いってイメージだったんで、作れってすごいですね。ありがとうございました。ありがとうございました。学部と学年だけお願いしていいですか。法学部3年です。法学部3年生です。はい、ここ法学部しかいないキャンパスなんですかね。そうですね、ここは。そうです。だからみんな法学部なんですね。そうですね。なるほどなるほど。じゃあ早速なんですけど、就活事情どんな感じですか。インターンに応募したりとか、はい、やりたい業界はいくつかあるので、そこにちょっと絞りつつ自分が経験したいことに合わせてインターンを応募している感じですね、うん、どんな業界に行こうとしてるんですか。もともとは航空業界に行きたかったんですけど、はいはいはい、それがコロナでちょっと厳しいってなったので JR とかだったり、はい、アルバイトで塾の講師をしていて教育にもちょっと関心が出てきたので、その教育業界にも目を向けつつやってます。確かに CA さん新卒取らないところとかもあるもんね。そう、ね、もう厳しいので、はいはい、それを考えた上でいろいろと見てます。どんな感じですか、就活の状況は。行きたい業界が割と定まってたので、そこの業界から内定をもらった先輩から詳しい話を聞いて、行きたいって漠然としてたことをその業界について知識を今貯めたり自己分析したりしている状況です。どんな業界に行きたいんですか。金融業界、銀行とあと証券を中心に視野に入れてます。証券マン目指すみたいな感じですか。そんな感じ。かっこいいですね。別に法学部とかはそれを活かしてどうこうっていうのはそんなに多くない感じですか。確かにそうですね。情報収集は普段どんな感じでされてるんですか。
マイナビとかリクナビとかキャリタスとか見たりだったりとか、うん、SNS でインスタグラムとかでも情報を出してくださってる方がいるので、そういうのを見てだったりとか先輩の話を聞いたりとかして。なるほど。どんな感じですか？私もマイナビリクナビとあと先輩の話が主な情報の収入源と、あとは学校で出してくれてる就活用のサイトみたいなところをたまに見たりしてます。こっから本格的に動いていく時期だと思うんですけど、不安なこととかあったりします？不安なことばっかりですね。まだ始めたばっかりで右も左も分かんない状態なので、本当に内定もらえるのかなとかも心配ですし。だから心配ですよね。だいたいどっかもらえるから大丈夫です。本当ですか？先輩の話を中心に聞いてることもあって、3年のうちは大丈夫だよとか、そういう不安定な感じがすごい心配だなと思います。今就活でなんか困ってることがあります？インターンとかを探してて、インターンの内容とかを見てると本当にできるのかなみたいな、なんか例えば企画してみようとか、もう本当に自分その場に行った時にできるのかなとか、周りのとの差を見せつけられて終わるんじゃないかなとかっていう不安がすごい今はよくありますね。人類の大半やってることだから大丈夫だよ。そうですかね。どうですか、不安なの？インターンのやっぱ応募がめちゃめちゃ多いから ES すら見てもらえるかがまず問題なのかなと思って、学校があんまりそのマーチとか総計とかみたいに頭のいい学校っていうイメージがついてるわけじゃない学校なので、まずその書類選考とかで落とされちゃうのかなっていうのがすごい悲しいですね。コロナの影響とかあったりします？授業減って情報収集しにくいなとか感じたりします？相談窓口みたいな就職課に一回行った時に、まずは相談するにもサイトに登録してそこから予約をしてからの相談って言われた時はちょっと不便さみたいなのは感じましたね。まだ始めたばっかであんまりインターンとかの内容を見てもオンライン実施とかってあって、その企業の知りたいことを知れるのかなとかっていう不安はちょっとなおすね。そんだけ真面目だったら大丈夫ですよ。不安に感じてない人もいっぱいいるんで、それを慎重でいいことだと思いますよ。大体話したら分かるんでうまくいくだろうなっていうのが。じゃあ自信持って頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様。カットしないんでこれ。ということで就活の状況をいろいろインタビューしてるんですけども、3年生というところでまさにこれからスタートしてるかもしれないんですが、それぞれ今どんな感じで就活動いてるか考えてるか教えてください。いろいろ今インターンを探してて、まだ業界とか絞ってないんで、いろんな業界のインターンのサイトを見て応募してる感じです。どんなとこ応募してるんですか？不動産とかメーカーとかいろんなとこやってます。いろんなとこね。そうですね。実はまだ何も応募してないんじゃない？いや、してますよ。就活頑張ってるふり見せる必要全くないんで大丈夫ですよ。実態調査みたいなのしてる感じなんで。じゃあどうですか？起業したいなっていうのがあってて、就活しようか今迷ってるって感じなんですよね。何にもしないです、本当に。起業ってどんなことするの？まだ具体的にこれっていうのも決まってないんですけど、なんかやりたいなっていう感じ。就職せずにもう初っ端から起業。自分はそれがいいなって思ってて。どんなビジネスがいいかなとかあるんですか？人と関わるのがいいなっていうのがすごいあって、教えるとかもすごいいいなっていうのもあったりとか、将来自分がある程度でできたらなんですけど、自分みたいに大学生とかで起業したい人にお金の面でもそういう知識の面でもサポートしてあげられるような人になりたいなっていうのはありますね。わかりました。あんま分かんなかったけど。じゃあ最後お願いします。僕は自動車業界に進みたいって思ってるんで、インターンが先月6月から解禁されたと思うんですけど、それに自動車業界主に集中して募集して、これからインターンとか含めて内部の情報とかそういうのを知っていきたいなって思ってます。全体的に今から動くかっていうそんな感じの状況なんですね。ちなみに情報収集ってどんな感じでされてますか？マイナビなんだ。人事の方とか社長さんとかに会いに行ったりはしてるって感じですね。僕もマイナビとかですね。今後どうしていきましょうか？就活まだ具体的には動いてないかもしれないですけど、何月ぐらいから動こうとか考えてます？具体的にはまだ決めてないんですけど、とりあえずインターン行ってそれからですね。本当にそれで企業のこと知ってなるべく早く決めたいなと思ってるんで、早めに頑張って動いてやっていきたいなと思います。インターン夏からまあやっておいた方がいいかなって感じですね。今この瞬間から動きます。、はい、具体的に何しますか？エントリーシートとか大事だと思うんで、それとあと SPI ウェブテストとか参考書買ったりとかして。わかりました。では日大法学部3年生の代表的な3名にインタビューさせていただきます。ありがとうございました。